っておりますので、ぜひぜひ買ってくれてますね。ありがとうございます。皆さんぜひご協力お願いいたします。続きまして、地元このアイレスのよさこいチーム、南部アイレスの皆さんのよさこいソーラン演舞です。今回ですね、今年のテーマということで、今年の曲を踊るということで、今年のテーマは踊る楽しさを伝えよう。少ない人数ですが一生懸命踊りますので、よろしくお願いしますとのことです。親方をはじめメンバーから広大な信頼を得てます。ここを代表にバトンタッチしたいと思います。それでは南部アイレスの皆さん、よろしくお願いします。改めまして、ランプアイレスです。いやー、親方バンドミスターよそこい宮本さん、かっこいいですね。締めました。いやいや、ですね、ランプアイレス、今年は20周年になります。これはですね、この長く続けてこられたのを、今いる踊り子たちが頑張ってるからこそ、今こうやって長く続けてこれたんだなと、つくづく思いでございます。そしてですね、なんだ、まあ、僕こういうこと慣れてなくて、違うべ、飲んでたからだめ、さっき飲んでたからだめ。親方がゴンちゃんでは、僕、皆さんご存知だと思うんですけど、僕、ゴドと言いますね。ゴンちゃん、今回ちょっとやれよって言われて、今ずっとドキドキしてて、頑張っている時間です。そして、またちょっと、今はこうやってお客様がいるので、ちょっとした告知があります。ですね、5月21日土曜日ですね、愛別町総合センターで、ランド愛別主館桜祭りビールパーティーを開催します。そこですね、またこういうふうに多くのご来場をお客様がお待ちしておりますので、どうかよろしくお願いします。全然慣れてなくて、どうもすいません。今日ちゃんとできたと思います。ランドアイです、僕。Come on.
Yeah.
札幌でこれ踊るんだね。ね。じゃあもう踊り組みんなもう出し切っちゃった？まだまだいける？いける？じゃあいつものやっていい？その前に、記録連絡。水野通るくん、水野通るくん。ステージ。あ、そうだ、通るじゃん。池田直也くん、池田直也くん、ステージ。石岡くん、石岡くん、ステージ。ね、みんな座ってられないんだよ、おじさんたち頑張ってんだから。じゃあいつものあれやらせてください。じゃあみんな旅で踊ってくれるかい、イエーイ。笑顔で踊ってくれるかい、イエーイ。愛別熱い熱いライブ最高かい、イエーイ。髪を構えて、let's go.
性別燃えちゃってるね。いや、すごいですね。すっごい汗です。もう手汗かいちゃった。こんな時に何か使うものが、あ、こんな時、あ、なんだこれ、なんだこれ、まあ、こんな時に名前が書いてある。はい、名前読んでみてください。親方茶番とレジェンド、はい、絶賛発売中です。発売中です。ありがとうございます。まだまだ在庫ございます。はい、まだまだ在庫ありますので、ぜひぜひ後ろでお買い求めよろしくお願いいたします。さあ、最後はゲストの登場です。民謡歌手でエゾンズボーカル、佐々木優子さんです。の歌も歌ってるんじゃないでしょうかね。はい、はい、そうですね、はい、せっかくの機会ですので宮本さんと親方にも入っていただいて少しお話を聞かせていただきたいなと思います。では、はい、まず優子さん、はい、3人とも親方を通じてお知り合いだと聞きました。はい、そうです。優子さんと宮本さんの出会いをぜひ教えてください。宮本さんとはまだ半年ぐらいなんですよね。そうだ、私エゾンというグループで活動しているんですけど、エゾンでバオラタラコンさんと、はい、ヒーローショーをやった時に、その時に宮本さんと初めてお会いして、ヒーローショー、なんて楽しい人なんだ。いやいやいやね、はい、なんて美しい人だと思ってね、でもない。なんでこんな美しい人を今まで知らなかったのか。ありがとうございます。ヒーローショーで出会ったということで、はい、では優子さんと親方の出会いは、はい、親方さんとは多分もう7年8年とかくらいになると思うんですけど、はい、知る時にですね、ビールパーティーにお邪魔した時に初めて親方さんとお会いして、はい、最初は喋る前は、はい、あれちょっと怖い人なのかなと思ったら、ですよね、中身が中身が小学生のように、はい、純粋な方で、純粋ね、中身が小学生って、それから大ファンになってしまいました。親方は優子さんに対してどうでした？優子さん第一印象、親方が、あら、あ、俺親方ですよ、親方の優子さんの印象。白滝で会った時に、はい、最初なかなか、はい、一緒だったんだよね、二人でいたの。ずっとなんか紹介も何もしないで横に座らせておいて、ね、はい、ずっと喋ってた。誰だったのこの人、はい、ずっと思って綺麗な人だなって、そこが出会いましたね。なるほど。それでは続いて、あ、もういいんだ俺とは。いやいや、ちょっと巻きでいきますけども、はい、お三方が初めて人前で歌ったのはいつ頃でどんな曲でしたか。ではまずは優子さん。私はやっぱりですね、父親が三味線をやっているので、はい、民謡でした。かわいいリンゴ節という歌があるんですけど、リンゴ節、全く節が入らないリンゴ節という子供の頃に、はい、歌いました。何歳ぐらいの時ですかね。4歳ぐらいかな。なるほど。4歳ぐらいから民謡を始めたんです。はい、はい、すごいですね。何年とは聞かないときます。はい、それでは宮本さんは、私は何歳の時かわかんないんですけど、お母さんの前で多分アイアイ。なるほど、はい、アイって言ってましたか、はい、なるほど。それが初めて人を喜ばせた瞬間だったということで、喜んだのかな。では親方は、今日ね、僕同級生来てるんですけど、はい、中学校の時に、はい、中学校に卒業を祝う会みたいな感じ、こう学校で、あ、ありますね、はい、その時にみんなこぞって矢沢永吉が大好きだった。なるほど。そこを弾き語りで、いいこと言わない、お前を長い長いね。よかったです、突っ込んでくれました。14歳でそれが初めてでした。本当に昔からいろんな歌を歌ってきました。
それではじゃあその集大成でもないですが皆さんに歌ってもらいたいと思います。まずは、佐々木優子さんに歌っていただきます。1曲目は「灘草草」、2曲目は「宮本さんと親方を待て」、親方版アレンジソーラン節です。それでは優子さんお願いします。一番欲しい